こんにちは。今回はまずこの問題をね、ちょっとチャレンジしてみてください。よろしいでしょうか。じゃあ解説していきます。今回の問題はね、アルファとベータが特に関係式が与えられていない、いわゆる独立二変数関数なんですね。なので一文字固定するっていうのが定石ではあります。しかし、ベータを固定するってして、あ、アルファは合成できるななどとして変形したとしても、結局このベータの方がどうにもこうにもうまくまとめられなくて、まあ見通しが悪いんですよね、非常にね。で、手が止まりがちな、まあ結構難しい問題だったわけなんですけど、そこの方針に行った後に高野がですね、式の形をよーく見ました。で、よーく見て AX プラス BY っていう形になっとるなーってことに目を向けました。はい、内積みたいな形なんだよね。で、2乗がついてるんだけども、このまま2乗を展開したらルートかけるルートが生まれて、すごくやりにくくなるんだけども、これの2乗とこれの2乗だけ登場するんだったらルートがなくなって非常にやりやすいわけだ。さあ、ここまで聞いて、ああれだあれだって気づきましたね。気づけた人はもうああって一瞬だと思うんですけど、コーシーシュワルツの不等式ってものがありました。ね、2乗足す2乗の掛け算が内積の形の2乗よりもでかいという不等式でした。相加相乗平均の次に聞かれるネタだからちょっと意識しておくとよかったんですけど、今回はここのところのベクトル A を6コサインアルファサインアルファってしがちなんだけども、そうすると結局見通しが悪いままなので、この形に対応させて6ルートコサインベータというものをベクトル B と見なすことにしてみます。ではまずこの2つのベクトルをこいつに当てはめてあげることにします。するとこういう形ができますね。はい、ではコサイン2乗ずつサイン2乗は1と分かるし、こちらは三角関数の合成が利用できるやつだよね。では当てはめていきますと、三角ってで、この係数で合成してあげると13で、角決まらないんで、ガンマーとでも置いておきます。ちなみにそのガンマーは角が求まらないものの、コサインが13分の5、サインが13分の12と分かるので、第一象限でいいよね。ガンマーは第一象限と分かります。さあ、第一象限とまで分かったんであれば、スタート地点は90よりも小さいところ。そこから90の分の話になってくるわけだもんね。ということで、ベータたすガンマーはこういう範囲内の角であるということが分かるので、最大値となりそうな2分の π を含むことが分かりました。ということで、余式は39以下であることが分かりました。はい。まあ、この問題、マークなんでね、39をそのまま答えに埋めてしまえばいいんですけども、記述では統合成立条件がきちんと成立していることを言わないと、実際に39っていう値を取ることが確認できてないから、これはまずいですからね。じゃあ、その統合成立はいつですかっていうと、この2つのベクトルが平行になってる時なんだよね。はい。平行になる条件というのは、この2つで作られる三角形の面積が0って考えてあげて、バッテン引くバッテンが0にする。そうなるようなアルファベータを考えればよいです。で、コサインベータとサインベータの値は、このコサインガンマ、サインガンマの値と、ベータずつガンマが2分の π であるということから出てきそうな気がします。ね、こういうことです。ベータは2分の π 引くガンマとかけるわけだから、サインは入れ替わってコサインに。コサインは入れ替わってサインなのね。はい。じゃあこの2つの値そのまま使ってあげれば、13分の5と13分の12と分かりました。では今のを当てはめてベクトル B 計算していきますと、こんな形で書きます。はい、だからベクトル B ってのは12、5っていうベクトルの実数倍の形で書けるものなんだよね。では図を書いてみると、この12、5っていうベクトルの大きさ13で、これを縮めてあげたものが同じ向きで、まあ要は内積が最大になるベクトル A なんで、はい、この場合は、まあ、13分の1倍してあげればいいってことでしょう。ということで、コサインアルファとサインアルファがこの時ってことまで確定してきました。
ということで統合が成立することがあったので最大値は39となりました。記述であるならば、ここまでしっかり統合成立条件まで確認すべきですが、まあ実際これはマークの問題だったんでね、まあ多分39でしょう、えいって埋めちゃっても、まあ現実の作戦としては悪くなかったかもしれませんね。では、今の更新手術の不等式ってそんなに出てくるものじゃないですけども、内積の形をしているなって時に使うものなんだってふうにインプットしておいてもらえるとアウトプットしやすいかなと思います。まあ皆さん頑張ってくださいね。ではまた。